っていうのはすごく大事かなと思います。でオンラインセミナーで売りたいですと、物を売りたいですと、海外移住ご希望の方なんですね、この方も。でアンケート項目とかですね、あとオンラインセミナーでのビジネスのおすすめだったりとか、ビジネススキルっていうものがオンラインセミナーについて聞かれてるんですけども、オンラインセミナーのビジネススキルっていうのはそんなになくて、例えば僕みたいな A 型の人間だったらある程度、スクリプトですよね、文章そのまんまを読み上げるわけはないんですけれども、重要なキーワードキーポイントっていうのをですねちゃんとまとめておいて、当日話すというのがありだと思います。あとオンラインセミナーの場合ですね、あなたがですね喋るとしてもですね、セリフ、言い方悪いんですけどカンペは見れますよね。でファイルを画面の真ん中に出してもそれが当然視聴者のオンラインセミナーの視聴者の画面に映るわけではないので、要はカンペがしやすいということですね、普通のオフラインセミナーよりも。